はい、のんたです。今回はラキューを使って土佐キントを作っていきたいと思います。使用するパーツはこのような感じになっています。では早速作っていきましょう。
上、のんたでした。ご視聴ありがとうございました。